ゴム板を使ってスタンプのようにレイアウトできる版画を作ってみます。まずゴム板と同じ大きさ、これを正方形になるようにまずここで線を引きます。それを2つに分けて、ここにまた正方形が2つになるように線を引きます。ここに下絵を描いていきます。まずここに干支の絵を描いてみましょう。枠をつけていきます。枠になる部分を描きます。中に絵を描きましょう。黒い線の部分を彫ります。斜め線の部分は後で切り離します。上側は横書きの文字を書きます。